で、それが不安になるというか、つくのかな、つかないのかなというのを判断するときに、これ買ったときにお店の人にもフィルターくださいと言ったら、これはつかないと言われたんですね。でそれはなぜかというと、取説の9ページにここにつかないって、つけないでくださいって書いてあるんですね。読んでみると、撮影しないときはレンズキャップをレンズに取り付け、レンズを保護してくださいって。このレンズキャップはこれですね、このレンズキャップを取り付けてくださいということですね。でレンズにはキャップ、レンズキャップ以外のものを取り付けないでください、取り付けないでくださいと書いてあるので、まあ、取り付けちゃいけないのかなと思いますね。これ取り付けない状態、これで撮影するのはとても不安なんですね。まあ潮風こっちから吹いてきたらそれ全部受けるというね、ことなんですけど、これ52ミリが粒というのがあったので、とりあえずこの別のカメラの自分の、ペンタックスのレンズの52ミリには自分が買ったこのスカイフィルターというかプロテクターとして、この52ミリの健康のフィルターをつけているので、じゃあこれがクールピクスにつくのかっていう、実際につくのかっていう話ですね。で電源を入れてちょっとこれ前に出して、これがつくのか、52ミリがね、来ました。はい、フィルターがついたんですね。ついたんだけど、いやちゃんと収まるかっていう、収まってますね。収まってるんだけど、じゃあこのレンズキャップがつくかっていう、こんな不細工な、ちょっと不格好になってしまうんですね。あのレンズキャップはつくんだけど、こんな不格好になってしまうということで、とりあえずこのキャップは使えないなと。じゃあこれはつくのか、このレンズキャップをつけりゃいいのかという話ですね。ということで、せっかくなのでニコンのカメラにはニコンのフィルターをつけてみようかなと。他のメーカーのあのフィルターよりちょっと高めですけど、ニコンのカメラにニコンのフィルターということで、これをつけてみようかなと。スイッチを入れてちょっと出したほうが、これで普通に使えばいいのかなと思います。ここにもうあのフィルタープロテクターになっているので、フィルターがプロテクターになっているので、まあ、神経質に、ね、このレンズキャップをつける必要はなくなりました。これ古いタイプ、どうかあの今日別のものを探していたら出てきました。最近のはこれなのかな、最近 Amazon で買ったり買えたりするのはこういうタイプじゃないかなと思います。